おお、オッケーオッケー。え、どうなった今？触ったんか？オッケー、期待通りですね。なんか、どうも、ビデオゲーマーです。こういうキャリア、コメント編続きやっていきましょう。今回はブレントフォード戦やっていきます。で、まあなんとかギリギリ首位で、未だにね、頑張ってます。まあちょっとね、危ない時やったんですけど、前回からの動画の後ね。まあなんとか、ほんと、頑張ってますね。失点が少なくて、マジで守備の硬さがなんとか、今の順位かなと。まだいっぱいしかしてなくて、失点が14というのがね、かなり、今の順位に本当に効いてるかなと思います。まあ戦力的にここまで守備硬くなるとは思ってなかったので、びっくりしてるんですけど、まあ、トゥアセンベのね、レンタルとかが大きかったかなと思うんですけど、まあただ今回のブレントフォード戦の、スタメンにね、トゥアセンベがいないので、まあそこがどうなるかなんですけど、で、今回のブレントフォード戦のスタメンがトップにウグボで、王女、スミス、エイモス、グッドリッチ、ロバーツですね。で、プーロ、右サイドに。で、フィリップス、で、モーソン、で、マックイン、スティアーです。で、ベンチが、このメンバーですね。まあちょっと中2日で、なかなか選手が、揃わなかったので、なんとか、まあ、控え中心ですけど、乗り切ってくれたらいいかなと、この試合ね。勝てたらいいかなと思うので。まあ、この中で注目は、ロバーツと、まあ、ウグボよりは王女かな。両サイドですね。まあ、どんな動きしてくれるのか、ちょっと期待したいと思います。じゃあ、試合の方ね、やっていきましょう。Yeah, thanks, Derek. I always get a buzz from being here. The players will feel the same, I'm sure. Fast start, always a good idea to impose yourself on the game straight from the off. はい、じゃあやっていきまーす。なんかうちのコベントリーのゴールキーパーのユニフォームのあの胸から上かのデザインがなんかあの竹で作ったこう、なんつったの、あれなんつったっけ、いいんかな、バスケットじゃないけど、なんか入れ物みたいな感じに見える。田舎の人でないと分からんからよくねばあちゃんちとかにあったんやけど、ああいう感じのね、みかんとか入れるようなやつね。竹ではなかったけど、でも竹だったかな、あれ何だったっけな、忘れたな。そういうのはあんま詳しくないから分からないよね。Well, with a defense like this, Derek, you have a real chance to win any game. The opposition know that too. So when they get a chance, they better take it, as the scraps will be few and far between. 出てるね。オッケー、オッケー。冬になったらこたつに入って、そういうのにみかんとかね、入れて、こたつでみかん食べたりとか。まあ今、ね、バスケット、で通ってるけど。おお、オッケーオッケー。え、どうなった今？触ったんか？オッケー、期待通りですね。なんか、一気にサイドで使ったら点取り出してね。多分これ、8ゴール目 ?9 ゴール目ぐらいだと思うんだけど。あった、触ってる。なんか曲がりが、うわー、ちょっと触ってるっぽいな。角度的に全然わからなかったけど、重なってるから。ああ、8ゴール目ですね。ちょっとなんか前回の終わりぐらいからサイドで使ってるやろ。出した試合結構点取り取って、一気になんか成長したなっていうようなサイドの方がいいんかなって思うよね。まあ今回はやっぱりね、まあ前回もそうだったけど、サイドで使ってるっていうのはHe's been putting in a big shift for the club, and to be fair, he's been doing exactly the right thing.
見ましたね。UK 縛りにしてるから他のね、クニオ選手見ることないから忘れてたわ。スミス、スミス、そうだった、ブレントホールにいたんだったっていうね。もともとアミアンにいたんだったっけな。はい、失敗した。ナイス。ハンドじゃないかな。ハンドですね。あー、ハンドですね。もう完全手離れちゃってるね。これはどうしよっかな。まあ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 、そうなるな。難しいね、蹴るとこがね。高めだったらなかなか止められづらいんやけど。OK。低めに蹴るっていうのはなかなか勇気がいるよな。高めだったら読まれててもコース自体は結構入ったりするけど、低いとこ狙うのはな、読まれてたら止められるからね。結構 PK は期待してる通りの活躍ですね。いいですね。だんだんと各選手が本当能力上がってきたから、得点力もアップして、あと1点取ったシムズと一緒で2桁が2人になるね。いいね。まあそこを目指してるわけじゃないけど、1人の選手がガッと取るよりは、まあ、いろんな選手が点取ってくれた方がチームとしてはいい。頼りすぎないでいいから。ああ、うまいこと切り替わってくれなかった。なかなか難しいけどね。うまく試合に出さないと。ナイス、いいよ。それは惜しかったですね。あ、マジか、打てなかったな今な。もう一回も超えとけば出るな。おーっと、ブレントフォードが上がってきてほしいんだけどな。ヤンセンがこういうのやってほしいんだよね、個人的に。ヤンセン男前なんで使いたいんですよね。通るね、いいね。今のはウグボが前に入ってきてくれた方が良かったけど、まあワンチャン通ればいいかなと思ってグラウンダーやったけど無理やったね、やっぱ。あ、そこのズレがな。ナイス、いい守備。うまい。いいよ。ああ、無理か。まあな、しょうがないな。ドリブル下手やからな。なんか何ぼやったっけ、50何ぼとかじゃなかったっけ。めちゃめちゃ低いのよね、ウグボ。なのにスピードがあるからな、なかなか使いづらいよ。
使いづらいんやけど。あー惜しい。出てるな。しょうがない。眩しいんかな。うまいことね、眩しい。ゴドス。オッケーオッケー、ファルファル。スミス。Couldn't keep it。いや。あのさ、別にさ、ええんやけどさ、一回避けるのなんなんやろ、ボールを。Going well. Physically strong and secure on the ball. Ah, okay, 外した。Okay, okay, 8分ね。And it's so far so good for the hosts, Lee. Well, before the game, we put a lot of focus on that. はい、後半やっていきましょう。Plenty of talking points so far. And now the second half is underway.最近ですね、車買いまして、まあローンですけど、納車が来年なんですよね、新車なんで10月発売のね、新車なんでね、納車が来年の、まあ誕生日がね、2月なんで、誕生日プレゼントみたいなもんですね、2月3月のどっちかに。おお、もったいない。あー、もったいないね。トヨタのね、ヤリスクロスっていう車買ったんですけど。オッケー、ナイス。コンパクトな SUV みたいな感じですね。みたいな車買って。まあ、大きいよりもなんかそんなサイズでね。まあ結構荷物積んだりできるような車欲しかったから。で、あと、親の車が調子悪くなって、僕の車を乗ると言い出したから。まあじゃあ、ついでやし、新車買おうかなと思って。って感じかな。で、買ったんですけど、結構楽しみなんですよね。新車買うって、まあ、車買うってね、なかなかこう、大きな買い物やから、家買うとかに比べてちっちゃいかもしれないけど、危ないよな。ヘンリー、エクセレントビジョン。And that is how to block. あ、オッケーオッケー。一瞬こっちのハンドかと思った今。焦った。まあ、新車買えばね、事故ったりしない限りは、まあ、どっか壊れるとかはあれですけど。まあ、それなりに乗れるから。長くね。なんか皆さんも新車買うんだったら。うん、惜しい。悪くないんですけどね。殻を破ってほしいんやけどな。なかなかやね。新車が買うんだったらね、長く乗れそうな車をね、買った方がいいかなと思う。Just looking ahead to another game coming up for you from the Championship live on EA TV. 家はね、Coventry City facing Nottingham Forest. そんなにこだわりないんだったら買わなくていいかなと思うけど。Looking forward to some fast-flowing football there. なんか自分のこう YouTube とかしてる人やったら自分のね部屋持ってやった方がそれはいいと思うけど。
気にせずにね、録画できたり、まあ撮ったりできるから、周りのね。うわー、マジかー。惜しいとこまで行くんやけどな、ウグボ。Another live game in the championship coming your way on EA TV. It's Brentford facing Queen's Park Rangers. まあ守備が堅いのはなんとなくわかる気もするな。え、もしか。ちょっと辛くないか？うちのチームに。どうファールだったか教えてほしいんやけど、ハンドだったのかな。なんかファールになった時ハイライトみたいなしてくれんかな。何でファールか全然。うわあ、ぶんね。何でファールかわからん時があるな。出てくれたら。出たね。オッケーオッケー。ちょっと選手変えるか。ウッドバン出しますか、ロバーツ下げますか。で、デイビスが全然点取らないのはね。ちょっと待って。ベイカー入れて、前線にウッドバン入れよ。うわ、2位下がる。それはまずい。案外いけるんやな。4はまずいな。これちょっと面白いな。これちょっとやってみようかな。3点やもんね。全然遊べるな。まあこういうね、遊びも入れつつ。キャプテンマークは今誰が巻いてる？あ、そうか、モーソンか。A goal has been scored at Vicarage Road. Let's hear all about it from Alan McAnally. It's a second goal for Watford. 77 minutes played. 2-2. Thanks very much as always, Alan. いやー、そっちじゃなくてな。後ろ待ってほしかった。うわ、マジか。さっきのうちの方のボール取りに行ったのがファールじゃんみたいな感じになったの。今のはファールならないや。完全にぶち倒してるけどな。ならないんやな。どういうことなんだろうか。うわ、マジか。まあ、しょうがない。センターバックかな。サイドに釣り出されてるから。マックインが入るのはしょうがないけど、他の選手が全然カバーに行かないな。いける、OK。ヤンセンはもともとブレントフォードの前は、イタリアのどこだったっけな。スミス、ベン・ウッドバーン。This might be the perfect counter-attacking opportunity. イタリアにいたはずなんですけどね。1年ぐらい退団したんじゃないの。その時は、お、入った。意外。Volleyed home with precision and style, superbly done. ああいうのあっさり入るんやな。ちょっと意外やな。Replay, Derek. I love a ball into the box. You know that. It's a beauty. And then he does it. いいボールでしたけどね。あ、うまく股の下を抜けたんですね。それはちょっとゴールキーパーかわいそうですね。内に当たって跳ね返って入っちゃったんやね。ああ、これはゴールキーパーもかわいそうとしか言いようがないな。よし、初ゴール、初ゴール。スミスもね、将来的にはスタメン張ってもらわないと困りますから。さ
来シーズン何人残して戦力整えよう。これは困った。レンタルで加入している選手は取れないだろうからな。来シーズンの話になっちゃうから。 OK。 うわ、それ困るな。いやー、悪くなかったけど。Inside the final 2 minutes of this contest. And there to intervene. A long way out. It was an ambitious shot. まあ、たまにね、入ったりするから。打っては見たものの、考えが甘かった。確実に。出るんじゃない ?OK。4分もあんの?そんな止まってたかな。ブランドン・バーカー、バーカー、バーカー、いいね。うわ、外した。崩すまでは良かったのにな。シュートセンスがなかったですね。外しちゃったね。余裕がありすぎたのかな。あ、オッケーだった。よし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 。連勝連勝。次は、あれですね。1月の補強ですね。まあ、契約満了の選手もあるけど。まあ、契約満了だろうな。さあ、どこまで取れるかやな。はい。買ったんですけども、お、ちょっと勝ち点4まで買いね。いいね。これはいいですよ。で、フリーマン調べ終わって、デュエルも調べ終わって、で、ユースはちょっとあれなので、もういいでしょう。さあ、次回は冬の補強になるんですけども、まあ来シーズンの補強ですね。契約満了の選手、じゃない選手も調べてるんだけども、さあ、果たして誰が加入するかですね。これまあ一応調べてるだけでね、契約満了の選手たちが誰っていうのを分かりやすくしないといけないから、一回ねその選手たちだけにまとめ直さないとダメなんですけど、まあ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 、何人ぐらい補強できたらいいかな。4人ぐらいかな。4人補強できたらいいかなって感じやね。お金が今ないから、そこまでね、多くの補強できるとは思ってないので。まあ、なんとかうまくやりましょう。いや、まあ、この入ったら絶対プレミア上がっちゃうんでね。なので。まあ、うまく補強して戦力アップしないと残留できないでしょうね。これではね。マッカーサーも、ドゥアセンベも、シャープもいなくなるし、その抜けた3枚の穴はでかいから、それを補えるようなね、選手を契約満了で取らないと。守備が今硬いからって、じゃあプレミアで通用するかったら多分逆だと思うんで、通用しないと思うので、チャンピオンシップやから今の、14失点で持ってるんだと思うから、なんかうまくバランス取れるようなチームにしないと、12、13ぐらいでね、シーズン終えるような感じの、まあ難しいですね、冬の補強がね。まあ頑張ります。ではまた次回です。じゃあね、バイバイ。